皆さんこんにちは、バーチャル YouTuber のゆとりぬです。平成が終わりですね。ゆとりという言葉自体が死語になりつつある今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はね、何をしようかと言いますと、ゆとりぬ初めての開封動画やってみたいと思います。 YouTuber っぽいよね、開封ね。で、何を買ったかと言いますと、ゆとりぬが大好きなテレビゲーム塊魂のグッズをいろいろ買ってみました。塊魂って今まであんまりグッズっていうグッズを作ってこなかったゲームなんですよ。で、まあバンダイナムコ公認ではあるけど、二次創作的に作ったグッズっていうのは今までいくつかちらほらはあったんだけど、なんとあの塊魂の生みの親、高橋啓太さんが監修、もしくはデザインをしたグッズが今回出るっていうことでね、もう即注文しました。ファンゲーマーっていうゲーム専門のグッズを扱ってる、サイトがあるんですけど、そこからいくつかグッズを買ってみたので今日は紹介してみたいと思います。ということで、というわけで早速グッズを見ていきましょう。まず最初のグッズ、こちら、じゃん、王子のストラップバックハット。ハットっていうかキャップなんだけど、これ見てください。王子の顔が刺繍してあるんですね、これね。で、このラベルを見てみると、オリジナルアートワークバイケイタ高橋ってちゃんと書いてあるんですね。これ高橋啓太さんデザインのキャップっていうことなんですね。開けてみましょう。じゃーん、開けてみたらこんな感じです。で、このデニム生地のキャップになってるんですね。で、こう裏を見ると塊魂ね、書いてあるわけですね。これね、いや可愛いっちゃ可愛いんだけど、これをかぶって外に出る勇気ね、あるかな。うん、ジャストサイズ。さて続いてはこちら、ベン、塊魂のこれセーターですね。王子が本を読んでいるワッペンが刺繍してあるセーターです。 S サイズかな、 SM サイズ。ここにもオリジナルアートワーク by 啓太高橋ってね、ちゃんと書いてあるんですね。これも開けてみましょう。開けてみると、こんな感じ。全然引きが取れないけど、ここにね、塊魂タグがついてますね。ちなみに犬が来てみると、うん、ジャストサイズ。続いてはこちら、ベン、王子の人形です。かわいい。これね、このぬいぐるみが入ってる袋のデザインもすごい可愛くて、多分この袋のデザインは高橋啓太さんの絵なんだけど、まあ、王様だったり王子の顔なのかな、これ。この袋からしてまずすごい可愛いんだけど、中の王子もとても可愛い。で、このぬいぐるみはちゃんと塊と王子の部分がこうやって離れていて、で、何を隠そうですね、このぬいぐるみすごいギミックがありまして、この王子の手、両手と両足と、この塊の突起の部分一個一個にこれ磁石が入ってるんですね。ピップエレキ板の裏に貼ってあるちっちゃい磁石みたいなのが全部に貼ってあって、中に入っていて、
ちゃんとこれがね、くっつくんですよ。ほら、これくっついた、ちゃんと。ね、こうやって転がしてる風なポーズを自分でつけて、こうやって遊ぶことができますという、かわいいお人形。これは一番いいですね。まあ、ちょっとこの顔が最近の王子仕様のまん丸め目ん玉だけど、まあまあいいでしょう。無骨な感じがとっても可愛い王子ですね。いい感じ。そしてお次はこちら、じゃん、ザ・プリンス&塊スピニングエナメルピンということで、ピンバッジですね。王子のピンバッジなんですが、このね、スピニングエナメルピン。スピニングってどういうことかというと、これもちょっと開けてみましょう。この塊の部分、なんと回ると、芸が細かい。素晴らしいですね、これね。これはとてもいいね。ちゃんとこう愛があるよね、オリジナルのゲームにね。素晴らしい、素晴らしいクオリティです。色も発色もすごいいい。さて、ここからは高橋啓太さんがデザインしたわけじゃないんだけど、まあちょっとこれ可愛いかなと思って買ってみたもの紹介。じゃん、塊柄の T シャツ2種。これもちょっと開けてみましょう。王様柄はこんな感じ。このタグの部分もフォントが可愛いね。で、王様のなかなか引きがうまく取れないんだけど、こんな感じの柄になってます。なんかちょっと油絵で描いたみたいなタッチになっていて、なかなかいい感じ。うん、この絵柄もオリジナルに忠実な感じがしてとても素敵。もう一種類はこんな感じです。宇宙ですね。王子の顔はあんまり可愛くないですね。目が大きすぎ、口大きすぎ。これはなんか海外のアーティストが描いた絵っぽいので、まあちょっとオリジナル版と顔が違うのはご愛嬌っていうことですかね。ちなみにこの2つの T シャツにはこんな、なんだろうな、ステッカーなのかな、ちょっと板、厚紙、ちょっとよくわかんないけど、こういうキラシール的なのが入ってました。これも結構かっこいい。 Mac のど真ん中と MacBook のど真ん中とベンって貼りたいですね。貼らないけど。というわけでね、今日はいっぱいグッズ紹介してきましたが、どれもね、可愛いし、なかなか凝ったアイテムが多くて、すごいユトリーヌ的には大満足です。このファンゲーマーっていうね、サイトなんですけど、塊魂だけじゃなくて、いろんなゲームのね、グッズも作ってまして、みんな大好き、アンダーテールとか、スターデューバレーとか、いろいろね、いろんなゲームのね、可愛いグッズをね、いっぱい出してるんで、皆さんのね、好きなゲームのね、グッズとかもきっとあるはずなので、ぜひ見てみてください。ちなみにこれ、海外のサイトなので、結構値段高いです。これだけで、このグッズで全部でいくらしたと思います？ 200 ドル以上だよ。たっけ！まあでもね、なかなかいいものばかりだった。よしとしよう。うん。ということで、ユトリーヌの塊魂グッズ買ったよ自慢動画でした。バイバーイ。